ピーター・ラビットのお話は、ビアトリックス・ポターが文章及び総画を手掛けた、子供向けの絵本である。いたずら好きのピーター・ラビットが、マグレガーさんの庭でいたずらをし、見つかって追われるが、結局脱出することができたという内容である。物語は1893年に、ポターの元家庭教師、アニー・カーター・ムーアの5歳の息子、ノエル・ムーアのために執筆された。1901年に、 ポターによる改訂を経て、自費出版された。その後、いくつかの出版社から出版を断られるも、商業出版として1902年に、フレデリック・オーン社より刊行された。この本は、商業的な成功を収め、その年のうちに、すぐ複数回増刷された。この本は36もの言語に翻訳された。4500万部も売れた、オールタイム。 ベストセラー作品である。この物語は擬人化されたウサギの家族の話である。ある時、家父となった母親ウサギが子供たちに、お父さんは畑に入り、マグレガーさんに捕まり、パイにされたことを伝え、マグレガーさんの畑に入らないようにと忠告する。子供のうち3匹の娘のウサギたちは、母親の言うことを聞いて、畑には入らずブラックベリーを積みに行ったが、 いたずら好きのピーターは、マグレガーさんの畑に入り、おやつに、畑の野菜を食べてしまった。野菜を食べすぎて、お腹が痛くなったピーターは、パセリを探しに行った。しかしピーターは、マグレガーさんに見つかってしまい、ジャケットと靴が脱げるほどの勢いで逃げて、小屋にあった上路に隠れたが、結局見つかってしまう。しかしピーターは、なんとか逃げ切り、ついにマグレガーさんはピーターを見失った。 マグレガーさんが飼っている猫の後ろをそっと通り過ぎ、遠くからピーターが最初に入った門を見つけた。しかしながらその時ピーターはまたマグレガーさんに見つかってしまい追いかけられる。ピーターは一目散に逃げ、門に引っかかっても額くが、なんとか外に出ることに成功した。逃げ切ったものの、ピーターはジャケットと靴を畑に忘れて行ってしまった。ジャケットと靴は、 マグレガーさんの畑のかかしに吊るされることとなった。家に帰った時、ピーターは具合が悪い様子だったので、お母さんはベッドまでピーターを連れて行って寝かしつけた。他の行儀の良い子供たちは、夕食は豪華にパンとキイチゴを食べ、ミルクを飲んだが、ピーターはカモミールのお茶を飲んだ。ポターは、ピーターラビットとマグレガーさんの畑というタイトルの作品を、 出版社に送ったが、原稿は出版社から送り返されてしまった。ポターは自らの本がどのような見た目のものになるべきか十分理解しており、出版社の拒絶にストレスを感じていた。ポターはこの本がいくらかかるのかについてもすでに考えていた。ポターは自分で本を出版することを決意し、1901年の12月16日に自分で250冊もの ピーター・ラビットのお話を印刷し、友達や家族に配った。1901年、ポター家の友人で、時々詩人として、活動をしていた、聖堂参事会員のハードウィック・ローンズリーは、ポターの物語を書き換え、ひどい出来の教訓的な詩に変えて、ポター自身のイラストと修正した原稿を半分、程度添え、フレデリック・ウォーン社に提出した。ウォーン社は、以前、 ポターの原稿を拒否し、ローンズリー版も拒絶したが、ポターの完全な原稿を見たがっていた。ウォーンは、ピーター・ラビットのお話が大人気である、ヘレン・バナーマンのチビクロさんやその時売られていた、他の児童書と競合できる機会を与えてくれるのではないかということで、ポターの本に関心を示すようになった。ウォーンがイラストに色がない理由を尋ねたとき、ポターは、 うさぎの茶色や緑色は色付きの絵にするには面白くないと答えた。ウォーンは本を出版しないと言ったが将来出版できるかもしれないという可能性が開かれた。ウォーンはうさぎ本の全体に挿絵を入れることを求めた。そして挿絵を42枚から32枚に絞ることを示唆し、さらにどれを削除すればいいか印もつけた。当初、ポターは 本の絵に色を入れなかったが、着色しないという頑固な態度は良くないと気づき、数枚の色付きの絵と鹿番をウォーンに送った。そして、ウォーンは絵本のイラストレーター、レズリー・ブルックにその絵を提出し、意見を求めた。ブルックは、ポターのイラストに感激し、そして、ブルックの推薦は幸運にも小型絵本のブームの時期と一致していた。一方、ポターは、 シャーロック・ホームズの作者のアーサー・コナン・ドイルや友人、家族に自分で印刷した本を渡し続けていた。250冊分が配り終えた時には、さらに200冊用意され、ポターは、最愛のペットのピーターが死んだとある一冊に、記している。ポターとオーンは5000冊を発行することで同意し、1902年6月には、ついに公式に契約を結んだ。ポターは、 公式に刊行されるまで必要であれば、絵を描き足したり、句読点を見直したり、必要なところは絵を描き直したりして、編集プロセスに深く関わった。差し絵用の版木や文章は印刷業者、エドマンド・エヴァンスに送られた。ポターはゲラを受け取って構成し、公式に刊行される1902年10月上旬、前には初版8000冊が売り切れた。 その年の終わりには2万8000冊印刷され、1903年の中旬には第5冊までできて同じ月には第6冊も出来上がった。最初に商業出版された1年後には5万6470部が印刷された。レイモンロスはストーリーテーラーザ・クラシックザ・ト・ヘラルデッド・アメリカズストーリーテリングリバイバルで、 語るに適した物語と読書に適した物語の違いについて書いたが、ピーター・ラビットシリーズは読書のために作られた物語であると説明した。彼は、ポッターがサスペンスと緊張感の混合を作り出したと思い、ロスが続けて書いた説明によると、ポッターは幼い読者が読みやすいように文体を読みやすい無駄のない文章形態で書いていた。ありがとうございます。